動っていう字ですかね、動く。ここも三井不動産が手掛けてる。はい、ありがとう。そういう意味で。こんにちは。君は三井の鈴ちゃんです。ねえ、ここ初めて来たけどめっちゃ楽しいね。あ、宮下パークのことですか。え、宮下パークって言うんですか。指さしてみんながそっちに注目して、でも、まあ、ここに入らないで、まあ、そのまま行くみたいな。なんかやばすごいね。すごいね。前回の方が照れがもっとあったというか、なんかもうちょっとこうなんていうんですかね、今回よりも、なんだろうな、もうちょっとなんかこうやり取りが多かったというか、今回友達だけでなんかこうどうすればいいんだろうっていう話からわちゃわちゃするっていう気持ちの流れの方がすごく自然で、なんか慣れなのか何なのか分かんないですけど、前回よりなんか安心しながらできました。してましたで言うと、最近の夜ご飯がほぼほぼ焼き鳥です。98% くらいの確率で焼き鳥です。あんまりこう趣味とかもあんまりなくって、外に出かけることもあんまりなく、前はまだジムとかは行ってたんですけど、本当ジムにも行かなくなって、なんか最近の変化って言われるともっぱら焼き鳥を食べてます。焼肉より焼き鳥が好きになって、焼き鳥のこう美味しいお店とかに行ってからめちゃくちゃ美味しいなと思って、そこからすごい急にドハマりして、昨日ももちろん食べましたし、なんか毎日のようになんか食べてますね。どうっていう字ですかね、動く。なんか今回舞台、今年最近までやらせてもらっていたんですけど、舞台でもかなり動いて、でその舞台に入る前もアクションを結構やってたので、アクションで動いて、その前の作品でも飛び蹴りをしなくちゃいけなくて、なんかそういうの練習したりとか、すごく役として体をこう動かす役が多かったなというか、ちょっとこれからはなんかいろいろまだ言えないこともたくさんありますけど、頭で先に考えるより体で温度を上げていく感覚の方が、なんかお仕事としては今年多かった気がすごくするので、印象で言うと、お仕事で言うと動くと、あとプライベートで言うと動くようにしようっていう、ジムも行かなくなったので動きたいなと思って、最近散歩とかはするんですけど、印象としてはどうという字が一番なんかしっくりくるかもしれないです。でもやっぱ趣味増やしたいですね。趣味とかで
なんていうんですかね、その芸術とかもそうですけど、まあ、その運動とかもそうですけど、なんかにちょっとこう興味を持って趣味を作ったりとか、好きなものをこう充実させたいなっていうのは、まあ、今ってよりずっと思ってて全然それがなかなか見つからないんですけど、やっと海外に行けるようになったりとかもあって、なんか今年はちょくちょく行かせてもらう機会があって、あ、すごい久しぶりだなと思った時に、やっぱり一気に視野が広がるというか、感性がこう自分の感覚だけじゃない、違う人のこう感覚感性に触れる瞬間がすごく多かったので、うん、なんかそんなことを思ったりします。私何すればいいんだろう。どうしたすず。役の前急に君は三井のすずちゃんですって言われてさ、ここ初めて来たけどめっちゃ楽しいね。あ、宮下パーク。宮下パークっていうの。おう、ここは街づくりにスポーツを取り入れた公園、お店、ホテル一体型の施設なの。ここも三井不動産が手掛けてる。めっちゃ詳しいね。さすが三井のすずちゃん。ちょやめてよ。三井で三井不動産。